マリードリス・バルトマンは、西ドイツノルトラインベストファー練習出身の女性、ドイツのフィギュアスケート選手。パートナーは、マッティランドグラフ、ルーベン・ブロマールと、アーロン・バンクリーブ、フロリアン・ユスト。2015年ドイツ選手権優勝。ドイツ人の父と日本人の母のもと、ドイツのノルトベストファー練習の椅子で生まれた。5歳の時にスケートを始め、当初は、 女子シングル選手として活動。2001から2002年シーズンには、ドイツジュニアチャンピオンになるまでになったが、女子シングル選手として、世界ジュニア選手権や、ISU ジュニアグランプリなどの国際大会へ、出場することはなかった。2004年1月、男子シングル選手として活動していたフロリアン・ユストと、組、ペアスケーティングへ転向。 2005から2006年シーズンには国際大会のネーベルホールン杯世界選手権に出場を果たした。翌2006から2007年シーズンからは ISU グランプリシリーズに参戦。ドイツ選手権では2位となり欧州選手権にも出場。2007から2008年シーズンフィンランディアハイで3位となり、ドイツ選手権では2年連続の2位となった。 2008から9年シーズンの地元、ドイツでの NRW 杯の2位がユストとのペアで、国際大会最高成績となる。2009から10年シーズンには、バンクーバーオリンピックを目指したが、選考基準に届かず、ドイツ選手権を前に、ユストとのペアを解散した。2010年に、アメリカ所属のアーロン・バン・クリーブとペアを結成。国際競技会初戦となった二千十年ワルシャワ杯で、 出場3組ながら優勝する。2012年にヨーロッパ選手権に初出場を果たし、アリオナ・サフチェンコ、ロビン・ゾルコビーが欠場する中、ドイツのペアで最上位の成績を残した。2014から2015シーズン、世界選手権では15位だった。この試合をもってバンクリーブとのペアを解散した。新たにルーベン・ブロマールトとのペアを結成するが、 2016から2017シーズン半ばで解散した。2017年2月22日、客船のアイスショーに出演しているマッティランドグラフとのペア結成を発表した。詳細、ありがとうございます。